月のビトは、エニーカラー株式会社が運営する、二次三次に所属する、バーチャルライバー、バーチャルアイドル。キャラクターデザインは、ネズミ都市。主な活動場所は YouTube。エニーカラー製作の iPhone X 用配信アプリ、二次三次による、2D アバターを使用し、サブカルチャーを中心としたトークやゲーム実況を、主体とした生放送を配信している。 外部プラットフォーム及びイベントなどでは 3D アバターも使用する。デビュー前からバーチャル YouTuber が好きでどうすればビチューバーになれるか検索し2時3時のオーディションを見つけたことが2時3時の公式ライバーへの応募のきっかけ。初めて見たビチューバーは絆愛だった。初配信の緊張した様子から当初は可愛らしく清楚な女の子かと思われたが 秀逸な言語センスとサブカル知識を披露し、そのギャップと造形の深さから注目を集めた。バーチャル世界の女子高生で、16歳の高校2年生。映画研究部所属。身長は151センチメートル。血液は B 型。誕生日は9月24日。公式プロフィールによれば、性格はツンデレだが、根は真面目な学級委員。 本人は頑張っているが少し空回り気味で、よく発言した後で言い過ぎたかもと落ち込んだりすると、している。ファンからは、委員長と呼ばれている。しかし、配信では、そのようなキャラクター設定にとらわれないトークを展開し、既存のビチューバーが 3DCG による動画公開をメインとして、キャラクター設定と世界観を厳守する中において、月野の 2D による生放送配信スタイルは、 衝撃をもたらした。活動初期には、サブカルクソムカデともあだなされた。好きな食べ物は、紅茶、モツ、納豆、ハンバーグ。特に、初投稿作品で語ったモツの話は代名詞のようになっている。オタクを辞任し、アニメ漫画などのオタク趣味に傾倒している。幼少期には、美少女戦士、セーラームーンが好きだった。アニメと漫画どちらも愛好するが、 どちらかといえば漫画が好きで同人誌を出したこともある。親の影響もあり、寄生獣、ブラックジャック、ヒストリエなどを小学生の頃から読んでいた。一時漫画家になりたいと思った時期もあったが、茶王に掲載された漫画家のスケジュールの自由のなさを見て断念した。パラサイトハンチカの家族がアカデミー賞を受賞する、以前からのポンジュの監督のファンで、母なる照明は何度も見返している。 ゲームではアイドルマスターのファン、同作に楽曲を提供していて、月野が一人の人間として大好きと語る作曲家の佐々木智子による楽曲提供がメジャーデビュー曲、それゆけ、学級委員長で実現した。ビチューバーはデビュー前から見ており、ニコニコ動画への造形も深く、自身が人気を得た理由もニコニコ動画で取り上げられた部分が大きいと。 分析している。また変わった趣味として、LINE ニュースの誰に需要があるのかわからないような、どうでもいい記事をコレクションしており、口実するガツのビトの放課後ラジオにおけるコーナーの一つ、LINE ニュース定例会の由来となっている。配信開始の際に、既立、気をつけ、終了の際は、気をつけ、着席、と挨拶するのが定番。配信内容は雑談。 ゲーム実況、ボイスチェンジャーを使ってのセリフリクエストなど様々である。初期のゲーム実況では、劇団ヨーロッパ企画の団員が制作したフリーゲームを好んでプレイし、これが縁となり書評インタビューを寄稿している。自らも、清楚なキャラクターであると称する一方で、そのイメージにとらわれない自由なトークを持ち味としており、公式設定からかけ離れた言動が品質するのが特徴。 ミラティブでの初配信で、ムカデ人間を見たことあるという視聴者からの質問に対し、見ましたと回答した上で映画の内容を解説したことを皮切りに、雑草の食べ比べをしたり、地吐き少女という自作コスプレを披露したり、血のりを混ぜ込んだクッキーを焼いたりといった、過去の様々な気候を配信内で語っている。配信中においても、プレイ中のゲームで性的な映像が流れ始めたことに、 動揺し、私で隠さなきゃといい自身の顔でゲーム画面を覆い隠すという突飛な対象を行った。以降、自分自身を使って何かを隠すことが持ちネタとなる。活動初期は実家暮らしだったため、家族の目から逃れるべく洗濯機の上にノートパソコンを置き、スマートフォンを洗剤に立てかけ、中腰の状態で配信を行っていた。その独特な配信スタイルのために、 洗濯機は月の人を象徴するアイテムとして扱われるようになった。なお4月中旬頃に親戚のおばのマンションに引っ越して一人暮らしを始め以降の配信は実質もしくは友人の家から通常のスタイルで行っている。どこかお笑いラジオっぽいと指摘される名風は自身がファンでよく聞いていたオードリーのオードリーのオールナイト日本や これもよく見ていたというゲームの実況プレイなどの影響を受けている。二次三次一期生の樋口楓でとセイリンとは仲が良く、三人とも女子高生という共通点があるため、JK 組名義でコラボ配信を定期的に行っている。樋口とは二次三次内でも特に親密な関係を築いている。他の二次三次所属、ライバーともコラボなどで進行があるか。 前述した JK 組メンバーをはじめとする数名とは配信外でも私的に交流している。自身のデビュー以前から電脳少女白のファンだったことを公言しており、互いの企画に対しメッセージや動画などを送り合っているほか、未来あかりなどのビチューバーとともにしばしばイベントで共演している。配信中に好きな漫画の一つとして小林道虫の 飯にしましょうをあげたことで交流が生まれ、小林の用意した料理、食材を月の人が食レポをするというコラボ企画に発展している。また、飯にしましょう、第5巻の帯コメントを月野が担当したほか、月野のオフラインイベントに小林がゲストとして参加している。パフュームのノッチは、月野が配信を始めた当初からのファンで、二千二十年九月十一日に開催された、 オンラインフェス、POP、フェスティバルでは、フォールガイズ、アルティメットノックアウトをプレイするコラボレーションを行った。2018年3月から月のビとの YouTube チャンネルで不定期で配信している、ラジオ形式の企画。第1期の正式名称は、月のビとの放課後ラジオ。放送時間は1時間から2時間ほど。2時3時内外問わず毎回ビチューバーのゲストを呼んで、 対談をしたりコーナーで視聴者から投稿されたネタを紹介したりする。LINE ニュース定例会、裁判、帰りの会、小さな幸せのコーナー等のコーナーがあり、コーナーネタや一般のお便りや質問等はメールで募集していた。ラジオ企画は世界の生放送ランキング1位、日本のツイッタートレンド1位などの記録を達成し、4月23日に行われた第2回では、 同時接続数が4.5万人を超えた。2D モデルビジューバーの達成した境地として、業界関係者からも高い評価を受けたが、月野は 2D の制約から行き着いた手段と消極的に自己分析し、技術力があれば他に試したかったことはあったとしている。2021年7月24日、8月11日にリリースするファーストアルバム、ガツのうさぎは、 バーチャルの夢を見る収録曲ミトラジ・ギャラクティカにちなんで正式名称をガツノビトのギャラクティカラジオとしたミトラジ第2期を再開初回ゲストは2次3次所属のアンジュ・カトリーナ配信リスト配信リスト2018年3月12日ニコニコ動画にてファンによりオリジナルのキャラクターソングムーンが投稿されたこの動画では ボーカルは投稿者が制作した月野の人力、ボーカロイドによるものであったが、同年3月18日のガツノビトの放課後ラジオ1にて、月野本人が歌唱した。同年6月30日には、フルバージョンが投稿され、同年8月17日に、ヒューリックホール東京にて行われた、イベント、ガツノビトの夏休み加害授業編では本人による、フルバージョンの歌唱がなされた。 その後、2020年4月4日にフルバージョンの動画が公開された。ふとじは、レギュラー出演レーベルマイナス死の後の、桜ミュージックレーベル、桜ミュージック。ありがとうございます。